はい、じゃあまずは F。 人差し指は最後に押さえるようにして、指先をこうグッてこっち頑張るっていうよりはこっちね、1弦2弦の方を頑張って、よっと、でこれ、こんな感じ。人差し指で1弦と2弦、これをこういう風にやっちゃうと2本抑えられなくなっちゃうから、少し手下げてペタッと、で C、 もう一回最初からいきます。C アド9、 最後ちょっと C アド9っていうの出てきたね。これは C に小指を加えた感じ。